こんにちは、カパパです、今見ていただいている映像は今からね、約3ヶ月前見晴らしの尾瀬小屋に雪下ろしに向かう、ヘリのフライトの様子です。この時の動画はね、前編後編合わせて、10万回も再生されました。ありがとうございました。こうしてね、あえてこう見返してみると作業はね、こんな感じで4メーターも積もってね、屋根の雪下ろしをしました。そしてね、今はもう5月後半、この雪下ろしからね、もう3ヶ月経っちゃいましたね。それでね、いよいよ明日、この尾瀬小屋に泊まりに行きます。今だとね、ちょうど水芭蕉の時期ですね。この雪かきを思い出しながら楽しんでいきたいと思います。うわー、よく降るな。今日はね、金曜日の早朝なんですけど、まあ、明日からね、尾瀬の準備ができました。はい、ザックね、これサースフェイの30プラス5ですね。まあ、パンパンです。それとね、これが一応カメラですね。はい、GH5 と広角レンズがくっついてます。これが、先日買った、ミレーの、これ、あまりにもピチピチのシャツと、これは一応サコッシュですね。あんまりサコッシュと俺しないんだけど、まあ、今回、マンハーのやつ、かっこよかったんで買ってみました。それとね、これ、持っていくかどうかちょっと悩んでんだけど、重いんだよね。はい。こんな感じです。